8月30日の宇野直通信をお送りしています。中国は次のダライラマを選びたがっている。彼には別の計画がある。今日7日目ですね。チベットの精神的指導者、ダライラマの後継者としてライバル候補が並ぶ中、ブルック・ラーマーが輪廻転生の政治を解き明かす。今日7日目です。1950年末、何万もの中国軍がチベットに押し寄せ、当時15歳だった少年はあと5年間も引き受けることになるとは思ってもいなかった政治的全権を与えられた。それからの10年間、彼は中華人民共和国の中でチベットの文化と宗教を守るために戦った。1954年北京を長期間訪問した際、毛沢東主席に会い、宗教は毒であると言われた。また習近平という1歳の息子を持つ高官とも親しくなった。詩人であり活動家でもある天神ツンドゥダラムサラの自宅にて、これ上の写真の説明ですね。これです。この写真、この人ですね。4枚の説明。自由チベットのための学生たちの事務所で習近平のマスクをかぶるチベット難民、上から2番目の写真。中国は1959年にチベット人の王家を鎮圧し、数千人のデモ隊を殺害した時、23歳のダライラマは馬に乗って逃亡した。しかし祖国を失ったこの心の傷は黄金の檻からの解放感を伴っていた。歴代のダライラマは王国の外に足を踏み入れたことがなかったと言われている。私たちベッドは孤立していた。彼らは私を王座の半身、半分の神とみなしていた。しかし私はインドにやってきて、ここでは難民として人々と交流することができる。彼のアドバイザーの一人は私に言った。彼は国家を失い世界を得たのだ。何万人ものチベット難民がダライラマの後を追い、何の技術も持たず道路建設や農業以上の雇用の見込みもほとんどないままインドに到着した。文化大革命の間、公営が暴れ回り、チベットの6000の僧院神社のほとんど全てを破壊し尽くし、難民の新たな波が国境を越えて押し寄せた。ダライラマは亡命先からそれまで分裂していた宗教宗派や地域的忠誠心を統合し、より効力で包容力のあるチベット人のアイデンティティを築こうとした。彼は文化機関、図書館、博物館、僧院を設立した。妹と共に難民の子どもたちに共通の文化と言語を教える学校のネットワークを開拓した。ということで、これはあれですね、ダライラマのことですね。今ので、1950年末に彼は15歳だったけど、このチベットから逃げてきたわけですね。で、1954年に毛沢東に会ったんですね。で、あとはこの真ん中の段落は写真の説明ですね。一番目は天神ツンズっていう活動家ですね。それから2番目は習近平のマスクをかぶるチベット難民。それから3番目の若い僧侶ですね。3番目
まあ、あのダライ・ラマが結局王宮から逃げてきたわけですけれども、逆に王宮の中ではあの彼はあの王座の中、王座っていうかね、あの、王としてその中に閉じこもっていたんだけど、彼はそこから出て、まあ、世界難民として世界インドにあの逃れてきて、世界をとの交流ができるようになったということを言ってるんですね。で、あとは、文化大革命の時にチベットの6000のお寺とか神社が壊されたんですね。で、これも2回目の難民が、まあ、あのインドにやってきたと。で、ダライ・ラマはいろんなあの施設を作ってですね、そこの難民 の, あのインドで、でそのチベット人をあの宗教宗派に分かれているチベット人を取りまとめて、難民たちに対して文化と言語のネットワークを開拓したということですね。